怪獣物語、始めます。実況はポヨンでお願いします。解説は、霊夢、じゃなかった。火の会の勇者、リッキーでお願いします。リッキーさん、怪獣物語を実況する上で、苦労した点はどこですか？変換が面倒ですね。怪獣とか、怪獣とかに、変換されてしまいます。さすが、火の会の勇者だけあって、脳筋ですね。辞書使えよ。怪獣物語、と。やった、できちゃった。やれやれ、先が思いやられますね。ところで、気になってたことがあるんですが。はいはい、なんでしょう？どうして、ポヨン氏の一人旅なんですか？クリア効率がいいからですよ。レベル11でランダムワープ覚えるし。僕らの活躍は？私が、君たちを拾って、それなりに仕上げてあげますから大丈夫です。そうですか。僕たちも活躍させてあげてくださいね。まず、私、ポヨンをレベル11まで上げます。お金も、貯めないと最強装備、買えませんからね。この、マリリンとかブロックデイビルとか可愛いですよね。キーホルダーにしたら売れそうですが、当時はまだネットなかったからね。バンダイナムコ、すでに商品化してたりして。涙のミッショと、キャラクターフィグはまだ持ってます？残念、引っ越しした時どっか行っちゃったよ。ほんと、残念ですね。後で動画に上げてみますか？実物はないけど、裏話的にはいいよね。差別化しなきゃ、このチャンネルも終わりそうですね。現時点では、やけくそで運営してるみたいなもんですからね。戦士の友、ゲッツ。これ、どう見てもフロッグマンじゃなくトードマンなんだよな。トードマンってロックマン読んでいましたよね。ああ、最弱の腰振って雨降らすやつな。トードマン、ブライトマン、ファラオマン、リングマン。懐かしいな。リングマンとダイブマンが苦手だったわ。ロックマン読んで初めて、豆鉄砲溜め打ちできるようになったんだよな。延々と、レベル上げ、金稼ぎだな。実況もいいが、師匠にならん範囲で攻略の手ほどきをやるのもいいかもしれん。財布を持っている敵を晒すぜ。いいね、やってみよう。ヤマヒル、ノッペラー組、20パール。ひょうきんサンタ2匹組、32パール。ウォーターワーム、グリーンモス組、34パール。フロットフライ3匹、ナイトストーカー組、40パール。メラメラ2匹組、50パール。グースカ、ドクトカゲ組、80パール。当選棒4匹組、100パール。シーゴースト、キラーブルー組、110パール。ケロリン2匹、ブーズー組、110パール。キラーブルー3匹組、120パール。オクトパス単体、140パール。人食いザメ3匹組、140パール。呪いの仮面3匹組、150パール。ゴロピカドン3匹組、190パール。バットアサシン2匹、サンドデイビル組、250パール。鬼コウモリ2匹、ウォータドラゴン組、320パール。コーラネズミ単体、400パール。ラストダンジョン、オーガー単体、600パール。ラストダンジョン、例外、コーラネズミ単体、2500パール。例外、ゴブリン単体、2500パール。こんなもんですね。よく覚えてましたね。鬼コウモリと、ウォータドラゴンの320パールだけ自信ないです。数字ですか？組み合わせですか？数字は320パールで間違いないんですが、組み合わせがね。こんなもん、司法試験に出ないから、覚えても意味ありませんよ。え？ゲゲゲームの管理人弁護士目指してたことあるの？すぐ、諦めたけどね。根性なしめ。いや、根性だけで司法試験は、受からんでしょ？まあ、根性だけで受かったら、苦労はないですけどね。
このトランプの兵士？不思議の国のアリスみたいで、可愛いですね。トランプ兵士、アリスでそんなキャラいたか？記憶がバグってるのか？いたような気がするんだが。記憶には階層がいいそうだ。ひじきとわかめを食っとけ。お、こいつは良い金づるですね。こいつばっかり出現してくれれば、金に苦労はしないんだが。あれ？なんでマリサがそこにいるんだ？マリリンだからシャレのつもりで乱入したんですかね？まあ、乱入しても、マリリンは弱いですからね。特技はアイサーの魔法だけで、VP は11ですからね。魔法を使うことと、名前くらいしか共通点がないですが。二つも共通点があるじゃないですか。共通点を探すのは、友を呼ぶ秘訣ですよ。笑顔で言いましょう、聞き役に徹しましょうとか、人脈系自己啓発本の定番ですが。あんなの、ほぼインチキです。焼いて捨てましょう。啓発本は9割以上インチキですからね。わかります。好きでもない奴に、ヘラヘラ笑われても気色悪いだけですし。興味のないことを延々と聞かされる役なんて、ストレスが溜まるだけですね。人間の本能にフォーカスするなら、共通点、共通の趣味、共通の敵。今、高校野球やってますが、みんな坊主だ。坊主頭、立派な共通点ですね。共通の趣味、これは野球か？甲子園出場校となれば、趣味の域を超えた義務とかになりますが。共通の敵、他県の強豪校ですね。敵とはいえ、野球という共通の趣味で結ばれていますね。なるほど、類は友を呼ぶというやつですね。笑えとか、話を聞けとか、忖度しろとか、所詮小手先の小技です。みんな声高に叫んでいますね。ツイッターでも流れてきます。人付き合いの三本柱は、そんな小手先の芸当ではなく、共通点、共通の趣味仕事、共通の敵。この、三本柱ですか？まあ、そんなとこですね。確かに、共通項目が多いと、話題にも事欠かないから仲良くなれますね。共通項目がなければ、いくら頑張ってものれんに腕押し、ぬかに釘です。そっか、合わない人間と無理に仲良くやろうなんて思わなくていいんだ。これは哲学の話で、ポヨンさん、我々はちゃんと仲間にしてくださいよ。レベル11まで、上がったらな。ランダムワークか。行き先指定してほしいですよね。MP 消費なしで飛べるからな。ルーラ使えればいいんだが。ルーラら、宇宙の、風に乗る。早くレベル11に、ならないかな。レベル11で世界を股にかけるって、すごくないですか？大口か、英語にすると、ビッグマウスだな。でかいネズミですか？でかいネズミはマウスではなく、ラットだよ。ミッキー、でかいのになんで、ミッキーラットじゃないんですか？ディズニーには触れてはならない、ジブリよりもな。確かに、ミッキーラットじゃ、可愛くないもんな。念のために言うが、マウスはネズミではなく、この場合、口な。脳筋のリッキー様でも、それくらいはわかるわい。ウサギ多いし、かの山。コブナ釣りし、かの川。なんでアーマーとウサギが一緒に出てくるんだよ。ウサギは野生ではなく、アーマーのペット説。なるほど、それなら、合点が行くな。それでは、合点していただけましたでしょうか？バテ。終わったな。合点。次の番組、おもんなすぎ。ぶっ壊さなくても、勝手にぶっ壊れそうだな。ガーシーって、国会出席したの？まだ、なんじゃない？怪獣物語の計算式を、ざくっと、教えてくれないか？レベル上限32、VP、MP、攻撃力、守備力、255。レベル32か。99まで上がらんのか。ドラクエ1並みだな。システムは、ドラクエ2と3を足して2で割った感じかな。ただ、素早さの概念がないな。先行後攻ランダムで回避率もない。攻撃力は実数の約2分の1、守備力は実数の約4分の1だ。数値の読み方は、ドラクエとほぼ一緒だな。しかし、クリティカルというか、会心の一撃は出ないぞ。素早さも、回避も、クリティカルも出ないのか。残念だな。
クリティカル攻撃は、リッキー様の、特技のみだ。リッキーに、ジョイヒット。魔法も追加威力の補正ミスで、ダメージが通常攻撃と同じだ。敵の使う魔法だけ、追加威力が補正されている。そんなの、敵が有利じゃないですか。そうでもない、ラストダンジョンの敵は強いが、ほぼ、単体でしか出現しない。へぇ、ラストダンジョンって、大したことないんだ。デスケンタウロスと、アパラパー以外は、単体だった気がする。デスケンタウロスは強そうだけど、アパラパーってバカそうな名前だな。おめでとう、ボヨンレベル11、ランダムワープを覚えましたよ。しかし、お目当ての場所に行けないので、一旦スキップしますかね。ゆっくり怪獣物語してみたその3、ここから面白くなりますね。ずっと退屈だったもんね。でも意外に伸びてたよ。前の動画。再生数に、3桁で果たして、伸びていたと言えるのだろうか。底辺初心者 YouTuber の、あるあるですかね。ボヨンの最強武器を売ってる街に飛ぼうとしたんですが、失敗しました。ランダムワープは、高確率でクピクピのスタート地点ローランの城へ飛びますね。目的はバナヤの街ですね。危険ですが、歩いていくことにします。ヘルゴーストとか、現時点では強い敵が出ますからね。目的は、力の剣購入です。購入後、仲間を拾ってイベント回収します。さっさと俺たちを拾ってくれー。お前ばっか、目立ってずりー。戦士の友を買っていきます。ああ、転ばぬ先の杖ってやつですね。端に沿って、カクカク行きます。敵の出現範囲に気を配って。耳っちくて、なんだか泣けてきますね。モグラ程度なら、楽勝です。山モグラ、なんか、可愛いですね。結構ダメージもらいました。楽勝のはずだったんですが。ソロ活動だったから、仕方ないですよ。これ、結構ピンチですよ。単体なら怖くないんですが。ゾウさんですね。やや小型の。死にかけました。危ないところでした。戦士の友、買っといてよかったですね。転ばぬ先の杖が、役に立った例ですね。さっさと、力の剣買って、俺たちを拾ってくれー。お、こいつは良い金づるですね。こいつばっかり出現してくれれば、金に苦労はしないんだが。お、こいつは良い金づるですね。この下りはもういいから、キリキリ進んでくれたまえ。やっと、力の剣が買えますよ。途中死にかけましたが、頑張りましたね。一見店がないので、初心者には、わかりません。ややこしいな。見逃しちゃうな。
たまたま、バブのとこに飛んだので、仲間にしときますか。ランダムワープ、便利ですね。フィールド、歩かなくてもいいからな。これは、バブに鍵を開けてもらうしかないですね。ポヨン以外何もしてないな。まるで、自宅警備員だな。王様の話すら、聞いていなかったバブ。ちょいと滑稽ですね。やっと扉が開いた。バブ、何もしてなかったんだな。何もしてなかったバブ、超可愛い。何もしないキャラって、ある意味需要あるよね。気まぐれでワープしてきたポヨンと出会ったバブ。彼は何を思うのか？一人旅は、心もとないので、ほっとしたんじゃないですか？超強いポヨンと、超弱いバブです。まさに、デコボココンビですな。しけてやがんな、ゴールドキーかプラチナキーくれよ。わらしべ長者って、やつですかね？ジプシーおばばイベント、一瞬でクリアですね。バブさん、楽ちんです。口から垂れている血が、不気味ですね。超雑魚キャラですけどね。ここ、悪魔の罠があるところですね。悪魔の罠の演出、大好きなんですけどね。あのマップチップ、マグマなので触れると、バブは死にます。ああ、ダメージ床ですね。わかります。あんな雑魚でも、バブ一人ではきついところでした。ふむ、もしや、早口メダルゲットしに行くのか？プカシップ入手に、必要ですからね。ああ、4人乗りの船な。早口検定、しょっぽう。数回話しかけるだけで、免許改善です。怪獣物語では、意外と水くれイベントが多いのです。面白いね、水くれイベント定番にしたらもっと人気が出たのかもしれない。クピクピのスタート地点、ローランの城に飛びました。クピクピは女の子っぽいですが、だが、男だ。そうです。男の子なんですよね、多分。怪獣物語は、男のゲームだ。城の作り、割と複雑じゃないですか？
多分、王様がクピクピを寵愛していて、攻め込まれない作りにしたんだ。妄想、想像、憶測ですね。それ。男の子を寵愛する王様。割とよくあるパターンですね。織田信長も、森蘭丸とか、寵愛してたしねー。それ知ったの、ジャンプで花の刑事読んだ時かな。ああ、前田利家が刑事を故障と間違えるシーンだな。だが、それがいい。このセリフも、花の刑事由来だったな。それはさておき、さっさと、クピクピのイベントを消化しよう。ゴブリンに挑むのか？こいつ、攻撃だけで、意外と打たれ弱いんだよ。2500パールの、財布持ってるしな。このお金で、ボート購入よりも、最強装備揃える作戦か？早いうちに装備強化しておけば、後が楽だからな。なるほど、ザ・ワールド。欲しいスタンドは？もちろん、ザ・ワールド。滑ったが、2500パールは手に入ったぞ。これを使って、ポヨンに最強装備を買ってやろう。リッキー、最後に仲間にするんだね。ご感想は？俺が主人公なのに、この扱いはひどい。4人揃って、全員 MP 霊になるクソ魔法レインボーが使えるようになりました。マダンテみたいな感じなんだろうけど、ダメージ補正なしだし。敵全員攻撃できるけど、全員の MP が霊になるのはがっかりだな。がっかり魔法、レインボーだな。呪ってやるとか言われたよ。怖いゲームだな。当時定価5500円だっけ？5500円払って、呪ってやるはないだろ？ボロクソ、言ってるなぁ。中古屋で800円で買ったくせに。チャイルズクエストなんて、100円になってたからな。チャイルズクエスト、今度実況してみますか。キングオブクソゲーだよ。あれは。プロダクションの社長が、クソムカつくしな。戦闘コマンドがよいしょだしな。よいしょって、いわば、おべっかとか、忖度のことだよな。接待でよく使うやつね。相手を気持ちよくさせる。俺は、忖度とかおべっかとか、大嫌いなんだよ。ほうほう、忖度するやつは100万回たひねってか？マイルドに、サンマの名探偵とか、どうよ？あれも、プロダクションの社長の人格クズだよな。四川都の上に、文鎮殺害事件の犯人だからな。確か、アフリカの星というダイヤを密輸してたしな。それが、文鎮にバレて口封じのため殺害したんだっけか？資本主義は四川都ばかりを生み出すな。共産主義は独裁者ばかりを生み出しているぞ。どっちも、やだなぁ、桃源郷はないのかねぇ？あるじゃないか、シェルドラド。現実逃避かよ。みんな弱いな。先が思いやられるよ。ベビーシッターみたいなもんか？いや、俺たちは、ベビーじゃねぇ。大きな赤ちゃんといえば、老人介護か？大変だな。人事だな。まあ、自分に降りかかる火の粉以外は他人事だよ。確かに。とにかく、さっさと俺を強くしてくれ。ふん、お前はいつまで経っても、三下だよ。なんだと？おい、宝物庫漁ってんのか？ろくなもんねえぞ。やめとけよ。わかんねえぞ。宝箱から、ミミックが出てくるかもしんねえぞ。怪獣物語にミミックなんていねえよ。ドラクエのやりすぎなんじゃね？ドラクエはオーソドックスすぎて、つまんねえよ。マイナーゲームが好きなんだよな。ポヨンは。ドラクエにだけは好きなんだ。王女が犬になるから。高貴な女が理不尽な目に遭うシチュエーションが好きなのか？ SFC 版ドラクエ2で、サマルトリアの王子をほったらかしてクリアしたいぜ。ベラヌールの街だっけ？あそこで呪われて寝込むんだったよな。ローレシアの王子は、間違いなく脳筋だな。でも、彼がおらんと、指導倒せないだろ？ SFC 版のサマルトリアの王子、かなりパワーアップしてるぞ。脳筋の時代は、もう終わったんだよ。しかし、企業からはまだ需要のある脳筋。それは、脳筋ではなく、体育会系ではないのか？クソ、俺が脳筋だからって、バカにすんなよ。なんかだるいなぁ、さっさと買い物済ませて、ゲームを進めようぜ。今どの辺だ？怪獣物語クリアまで何パーセント？ 30% くらいかな、ひいき目に見て。いや、マジでさっさと進めてくれ、というか、俺を強くしろ。ホーリーってなんだよ？白魔法か。
聖なる力のやつ。いやいや、体が宙に浮く木の実らしい。ああそうか、ルーラみたいなやつですね。そんな感じですね。水筒、買いすぎじゃないですか？いやいや、必要なんでしょ？あれ、なんで逃げたんですか？ただの操作ミスです。おや、またゴブリンチャレンジですか？2500パールが待ち遠しいですね。所持金が5000パールを超えましたね。相当な大金持ちです。これで、ポヨンの最強装備くらいは揃えられそうですね。1000年以上生きたミリタは、キングトータスになるという。え？何ですか？それ？昔買った、攻略本に書かれていた記憶があります。そうですね。ゲーム初心者の頃の記憶は鮮明ですからね。Thank you.
とりあえず、サンドラット4人分、購入しておきましょうか。600パールですもんね。大したこと、ありませんね。原住民の宗教、なんかくれましたよね。カムの太鼓ですね。敵の動きを止めることができます。ファットバジャーにも効くんでしょうかね。いやー、どうなんでしょう。であったら使ってみますか。そんなに重要アイテムじゃないし、下手すりゃアイテムラン圧迫のゴミですね。そうならないことを、祈りましょう。いい場所のワープしました。
ポヨンの最強装備を揃えます。ちょろいですね。もう最強装備ですか。部下が、お荷物になってます。ポヨン、いつかお前を超えてやる。首を笑って待っとけ。味方同士で、争うのは愚の骨頂ですよ。リッキーさん。お前ばっか、活躍していることが、気に食わないだけだ。ポヨンの最強装備ですが、まず力の剣。で、聖なる衣、聖水の盾、水の帽子だったな。リッキーさん、よく知ってますね。ポヨンの隠れファンですか？しかし、聖なる衣はここで売ってないぞ。ローチェの城でしたっけ？原住民の村とイノンから来たの。最強装備といっても、ドラクエ1程度の能力ですが。それでも、革の服とロトの鎧では圧倒的ですよ。うん、とにかく全部揃えておきましょう。リッキーとポヨンを優先して、最強装備を揃えます。世の中、強者優先ですか。弱者は底上げに時間かかりますからね。クピクピ、バブは後回しです。悪く思わないでね。世の中の不条理もゲームの不条理と同義ですね。どこ行くんでしょうかね？自分で言うのもなんですが。クピクピのジプシーおばばと、旅のお坊様じゃないんですか？旅のお坊様って、バガボンドのたくあん和尚みたいな感じですかね？怪獣物語だから、もっとチープなキャラでしょうけどね。なかなか、皆さん、お荷物から、ランクアップしてくれませんね。上からだな、今に見てろ。ファットバジャーのとどめは俺が刺す。
これで、宝探しイベント4人分、終了ですね。宝探しイベント後半戦は、どんな感じですか？船から、直接潜って探すという、男のゲームです。宝探しは、さすがに少年の冒険心をくすぐる、夏のイベントと言えますね。しかし、当時、挫折して攻略本のお世話になりました。攻略本買ってもクリアできないゲームすら多々ありましたからね。マイオウの城と、ローランの城が、ランダムワープの常連ですね。大概どっちかにワープしますもんね。お目当ての場所に飛べなくて、発狂しそうなポヨンです。ローチェの城に、飛べましたよ。これでポヨンの最強装備が揃いました。また、ボロの男の水くれイベントですね。ここは、キーアイテムが手に入るので避けて通れません。鉄の斧ですが、武器じゃありません。とある湖に投げると、これは後のお楽しみ。なるほど、お楽しみは、取っておくことにしましょう。
さて、我々の二人旅になりました。よろしくお願いします。リッキーさん。よろしく。急に一緒に旅をしようだなんて、どういう風の吹き回しだ？リッキーさんの能力の底上げと、最強装備の収集が目的です。マグマの剣、炎の鎧、炎の盾、炎の兜だな。炎の盾は、さっき入手したのでそれ以外を集めます。やっと、このリッキー様の出番が来たのか。リッキーさん、まだまだ、ひよっこですね。くそ、ミリタにもまだ、数ターンかかるのか。この当選棒って、可愛いですよね。俺はグースカの方が、可愛いと思うが。好みが分かれるところですね。しかし、俺はまだ戦闘に参加できないのか。
この組み合わせ、ラッキーですよ。80パールもくれた。炎の兜が買えるな。残念、収穫がなかったみたいです。パールコインがあると思ったんですが。多分、別の廃墟じゃないですか？
おや、これはお目当ての場所に飛べたかもしれないですね。目的は、パールコインですかね？お目当ての仏が手に入りました。
1000パールで売れる貴重品です。これで俺の最強装備が買えるかもな。こいつらもいい金づるですね。早く倒して、財布をもらいましょう。次は炎の鎧を買うんだな。これで、リッキーの防御の心配はかなり減りました。早いとこ、マグマの剣を装備させてくれ。
これで、リッキーさんも微力ながら戦闘に参加できますね。微力ながらだと、余計なこと言いやがって。これは最高の金づる。超幸運ですよ。こいつ攻撃力はそこそこだけど、超打たれ弱いんだよな。このオカリナの魔法、超うざいです。使ってくる敵は少ないですが。動きを数ターン止められる魔法ですね。オカリナの魅力で動けない。オカリナって楕円形の笛ですよね。鬼太郎が持ってましたよね。結構、いい音出ますが、魅力で動けないほどでもないです。意外と毒にも悩まされますね。怪獣物語は。毒で攻撃力半減は、かなりのペナルティですね。毒系使えるの、私、ポヨンだけなんですよ。僧侶キャラなのに、クピクピは使えないんですよね。力の剣を買いに行くときに、煮え湯を飲まされた、ナウマンです。今のレベルでは、全く敵じゃないですね。
このブーズーも、オカリナの魔法で動きを封じてくるので、厄介ですね。デザインは土偶みたいで、可愛いんですが。サイボーグにも宇宙人にも、見えますけどね。オカリナ使ってくるので、大嫌いですけどね。言い忘れてました。敵は弱ると攻撃力が4分の3になります。VP は4分の1になると、弱るんですよね。VP40 の敵がいたとして、30ダメージを食らった時点で弱ります。ファットバジャーも、弱るんですか？はい。ファットバジャーも、例外なく弱ります。大したことないですよね。ドラクエとか FF も弱ればいいのに。
褒め男も、数少ない、オカリナの使い手です。うざい敵キャラの一部ですね。この、神頼みんという、ネーミング好きなんですけど、困った時の神頼みが由来だと思われます。ランダムワープ、3回続けて万葉の城に飛びました。ローチェの城に飛んで、マグマの剣を買いたいんですが。やっと、ローチェの城に飛びました。マグマの剣、購入です。これで、僕がレギュラーメンバーとして戦闘に参加できますね。弱い敵ほど、毒を持ってたりします。終盤は毒を持ってる敵はいません。毒と影は、毒を持ってる敵の中で最強じゃないですか？そうですね、毒と影以降の敵で毒を持ってる敵はいません。強い敵が毒を持っていたら、戦闘が長引きすぎて収拾がつかないですね。そうですね。攻撃力が半減するので、ゲームバランスが悪くなりますね。一歩につき1ダメージなので、初心者の頃はよく死にました。ドラクエの毒は4歩につき、1ダメージだったので、可愛いものでした。確かに、怪獣物語の毒は過酷ですよね。
もうリッキーさん、大丈夫ですね。まともに戦闘できてますよ。主人公ですからね。成長が早いのですよ。この、呪いの仮面という敵も、実は厄介なやつです。オーラシールドという防御魔法を使ってきますからね。オーラシールドを使われると数ターンダメージが10分の1になりますからね。戦闘が長引くという、嫌なシチュエーションですね。街を出るとき、たまに悪魔の罠にかかるバグがありますよね。ファットバジャーの城にワープするバグですね。そのバグを使えば、短時間クリアもわけないんじゃないですか？でも最後の悪魔の罠は、敵のレベルも高いんですよね。そうですね。骨キングとか出てきたら、一撃必殺される可能性もあります。ラッキーベルで逃げる手もありますよ。やってみませんか？ファットバジャーにラッキーベルが効くのかも、試したいですね。クリアしたら余談で、やってみますか？ポヨンさん。ドラクエや FF ならまだしも、こんなマイナー RPG の特殊クリアとか。需要あるのかって話ですよね。ポヨンさん。畜生、ニコニコも YouTube も参入時期を逃したぜ。結構昔から視聴してたのにね。もったいない話です。ゲーム実況チャンネルとか、今や、5万とあるからな。ブルーオーシャンの時に手をつけておきたかったですか？昔バイトしてた時期、チャンネル運営やりかけたことがあるんだが。ポヨンさんもバイトするんですね。意外です。いや、チャンネル管理者がだよ。しかし、バイトなのにブラックだったな。それはご愁傷様です。しかし、同情など微塵もナッシングですな。そのせいでチャンネル運営、途中でやめちゃったんだ。ブラックバイトのせいにするな、己の意志が薄弱だっただけだろうが。いや、ほんと大変だったんだって。そうやって、何かのせいにして、逃げ続けるのか？プラウセダーフトジーフジコルプ。そうやって、意味のない文字の羅列に逃げ込むのか？もう、やめてあげてよ。リッキーさん。ふん、誘引の下がる、泣き言ばかり言いやがって。この街のゴブリンに話しかけても、殴りかかってこないのか？
こいつらは、ブリブリッとかお下品なセリフしか吐かないよ。2500パールの財布が欲しいな。さっさと全員の最強装備を揃えたい。しかし前々回の配信は10分、前回の配信は40分。今回、3回目の配信なんですが、90分を超えそうです。こんなロング動画、誰得だよ？やや短い映画の尺だぞ。切り抜きチャンネルを作った方がいいですね。こんなマイナーチャンネルの、切り抜き動画なんて誰が見るんだよ？いや、意外とそっちの方が伸びたりして。ありうるかもしれない。やってみる？切り抜きチャンネルはショート動画にします？ショート動画はスマホ推奨で、縦長なんだよな。ひろゆきの切り抜きとか、やった方が無難じゃない？でも、布教活動に加担するし、ロイヤリティ半分持ってかれるんだろ？ロイヤリティ半分って、ローソンとかセブンイレブンみたいだな。フランチャイズひろゆき。10億以上回ってるらしいぞ。ひろゆきの切り抜き動画。信者が半端ないな。論点ずらしと、ポジショントーク。昔、うまい棒が好きとか、おいらは、永遠の19歳。とか。よく知ってんな。隠れファンか？まだ、2チャンネルって呼んでんだけど、もう、5チャンネルになったんだよな。2チャンネルは、スマホの普及とともに、SNS に人が流れて、大敗しましたね。特に若者がインスタ、TikTok、YouTube に流れたのかな？元はといえば、ゆっくり霊夢も、マリサも2チャンネルから派生したんだよな。東方プロジェクトから2チャンネル、そしてニコ動で骨組みが出来上がった感じ。5月頃に、ゆっくり茶番劇商標登録騒動があったな。どう考えても、著作権は東方プロジェクトにあるんだが。東方プロジェクトの代表寸氏が、二次創作に寛容な方で、動画制作民にゆっくり東方ツールを無償でシェアしてくれているという形だったのだが。ざっくりしすぎて、いろいろ抜けてますが、おおむね、そんな感じですね。部外者のゆずはなる YouTuber がいきなり、ゆっくり茶番劇商標登録しました。ゆっくり茶番劇作るなら、今後私に、年10万円のライセンス料払ってね。という外地みたいなツイートしたんだっけ？そして、東方民、ゆっくり動画制作民をはじめ多くのネット民の反感を買ったと。まあ当然というか、他人の著作物を申請するというひどい話だが。何はともあれ、騒動が落ち着いてよかったですね。エイベックスの、野間猫問題もあったな。あんな昔のこと、よく覚えてましたね。脱線しすぎたな。怪獣物語に話を戻そう。骨男、オカリナ PP、魅力かな。怪獣物語潜入か。オカリナの魅力で、動けない。流行語大賞、オカリナの魅力で動けない。ツイッターのトレンドシャープオカリナの魅力で動けない。このフレーズ、気に入ったんだな。オカリナの魅力で動けない。また骨男か。オカリナの魅力で動けない。オカリナの魅力で動けないから、骨男大嫌いだ。オカリナの魔法、使ってきませんねー。全く使ってこないのも、張り合いがないな。ゴースト、メトロゴースト、ヘルゴースト。それはドラクエだな。ちょうどドラクエのヘルゴーストと同じくらいの強さだな。弱ったら、折りたたんだ傘みたいで可愛いな。折りたたんだ傘って、可愛いのか？
ヘビ男、グーパーだな。チョキはないのか。よく見ると、指、4本しかありませんね。ピッコロさんと同じだ。ピッコロさん、野沢雅子。ご飯、古川敏夫。なんて、棒読み。自動音声読み上げの、抑揚ないバージョンだから仕方ない。リッキーさん、追い上げてきましたね。私、ボヨンが抜かれちゃいそうですよ。腕力と体力に関しては、最強だからな。ドラクエ2で言う、ローレシアの王子ですからね。ボヨンはドラクエで言うと、誰なんだろうか。体力、攻撃力も高くて、回復魔法も使えるので、オルテガカパパスですね。二人とも、死んでしまうんだが、それでもいいのか？トルネコか、サンチョで、お願いします。トルネコは呪文が使えないぞ。いや、イオの巻物とか、読めるだろ？ドラクエではあるが、別のゲームだ。トルネコの大冒険は？トルネコさん、GBA でプレイしたけど、やること多すぎて、吐きそうになった。あれ、トルネコジュニアがモンスター仲間にして、育ててたな。息子のポポロだったか、トトロだったか忘れたけど、盛りすぎだったな。100時間以上プレイしたな。時間を返してくれー。怪獣物語って、普通にプレイしたら、どれくらいの時間でクリアできますか？初心者だと、攻略本、または攻略サイト見なきゃ、どっかで進めなくなるな。攻略法わかってて、どれくらいかかりますか？普通の速度でプレイしたら、18-24 時間くらいかかるんじゃね？結構かかりますね。ドラクエ2くらいかな。ドラクエ2の鬼門は、ロンダルキアの洞窟ですかね。ヘラクレスの栄光はどうですか？あれ、2、3、4は両ゲーですね。特に3と4がいいね。初代ヘラクレスの栄光は、結構クソゲーなので、実況したいね。鉄のイノシシとか出てきたな。ちょっと記憶が定かではないが。星を見る人を、クリアしてみたい。星のカービィ夢の泉の物語ならクリアできるんだが。そんな、有名なやつクリアしても誰も喜ばんだろ？スーパープレイとか、やってみる？マリオさん、十分でクリアする動画あったけど、そこまでの技術ないわ。魔界村クリアする程度の、腕はあるじゃないか。上には上がいるから、独自のアプローチを模索していくしかないな。抽象的なことばっか言ってないで、具体的に何するか、だぞ。はい、はい。ジェラール、はい、はい。オカリナの魅力に、また被害者が。オカリナ、撃てよ。逃げようよ。ゲームは直接的なダメージよりも、精神的な間接的ダメージの方がきついな。オカリナに精神をやられたな。
さ、さすがに疲れたな。でも随分進みましたね。そうですね、ちょっと休憩しますか。さよなら、さよなら、さよなら。